銀座松畜スクエアは東京都中央区築地一丁目にある超高層ビルである。春工当初は広告代理店の朝通理系が本社を置いていたことからアディケ松畜スクエアと通称されたが同社が虎ノ門ヒルズに移転したのを機に2014年7月に銀座松畜スクエアに改められた。南西の晴海通りと北西の 首都高速都心環状線が交わる万年強角のかつて小築本社や小築セントラルがあった築地小築会館の跡地に2002年に竣工した。資金調達にあたっては小築が出資する築地ビルキャピタル有限会社により新宅制度を活用している。設計には三菱自所設計のほかデザインパートナーとして熊健吾建築都市設計事務所が携わった。 本ビルは日本建築家協会優秀建築船2005に選定されている。3階から18階にかけてはオフィスフロアで朝通り系が本社機能を置いた。3階には晴海通りを挟んだ向かいの陶劇ビルから小築、大谷図書館が移転した。19階から23階にかけては45個の高級マンションが不住宅として設置されている。 朝通り系は1999年に朝日、通信社と第一企画の合併により発足した企業であり、オフィスは銀座と日比谷に分散していたが、本ビルへの入居で統合を果たした。2014年6月にトラノモンヒルズ森タワーに転出。その後電通デジタルホールディングスとその系列のサイバー、コミュニケーションズ、電通デジタルネットワークス、電通レーザーフィッシュ、 DA サーチリンクの5社、角川の一部オフィス、半和工業東京本社などが入居している、アディケ小築スクエアに関するカテゴリー、ありがとうございます。